ちゃいい、なんかめっちゃいい人やなって思う人が現れたんだけど、現れたんですよ。めっちゃ優しいやんこの人っていう人が現れたんですけど、なんと既婚者でした。既婚者でした。そうなんやってっていう感じで、私の恋愛は全くうまくいっていません。気になる方々、フィンガーハートありがとう。前も言ったけど、本当に何億年かぶりにすごいキュン、男の人にキュンってしたんだけど、既婚者だったので、そうなんだって思って、フォローありがとう。別のエレナさん見て全然違うやんってなってました。別のどのエレナさん、写真インスタのときめいたんやって。そう、久しぶりにキュンってしたの、男性に。井上さん、あ別の子ね。そう、あのその子が先にさ、事務所にずっともういる子で、エレナちょっと違う名前で行きませんって言われたんだけど、もうエレナ、自分のことエレナっていうなんか悪い癖がついちゃっとるからさ、ふとした時にエレナって言っちゃいそうで、自分のこと。そんなキャバ嬢さんみたいにさ、ゲンジナとかで行けるタイプじゃないなと思ったから、エレナにしました。エレナさんはそのままでした。エリナぐらいにしたらよかったよね。エリナちゃんぐらいにしたらよかったよね。ちょっと名前改名したらよかった。違う名前にしたらよかった。身長高そう。めっちゃ低いよ身長。既婚者は余裕あるように見えるよねって。そう、多分そう、それを思ってた。なんであんなによく見えたんやろう。ああ、既婚者やから、そうか、なるほどって、なんかそういう感じで結びついた。最終的にエリカにすれば、確かに沢尻エリカじゃん、めっちゃいいじゃん。エリカにしたらよかった。余裕があるは間違いないかと。ってなんで既婚者の人ってあんなにさ余裕ある感じなの、本当に。なんでなんだろう、不思議だね。エスカレーターにしよう。名前に思えへんって、もうそんな。出会ってる人すごいよね。出会って好きになって結婚して子供産んでっていう過程がすごいよね、本当に。奇跡奇跡。また来ますね、ふりふり。ありがとう、また来てください。ありがとう。今パン焼いてきた、食べます。できたって、おしゃれ。こんな時間にパン食べんの。モンチッチありがとう。ありがとうモンチッチ。週末何するのって。休みの日は基本ね、ネットフリックス見てるな。最近ネットフリックス見て、お菓子食べて、お昼寝して、またネットフリックス見て、映画見てみたいな。
最近グリーンブックっていう映画見たんやけど、知っとるみんな。めっちゃいいから見てほしい。もう泣いちゃったんやな、あれ。久しぶりに映画で泣いた。映画の正解って合ってたんだ。小生、小生で合ってたんだ。ネットフリックスは映画なんて。ネットフリックス、映画。グリーンブック名作やね、あれ。ほんまに名作だよ。びっくりした。良すぎて。何の映画って。まあ、結構昔の話を、まあ、あれなんだっけ、あれ。実話に基づいたんやったかな。加入してない？結構舞台はまあ昔なんだけど、黒人さんが、まあ結構有名なピアニストさんなんだけど、それの付き添い人みたいな、まあ運転手みたいな人が白人さんで、その二人が結構仲良くなってく話なんだけど、まあ昔はちょっと黒人さんがね、いろんないじめっていうか、なんていうの、まあ今でもあるじゃん、そういうの。なんていうのちょっとそういうさ、胸が痛くなる系の話っちゃ話なんやけど、差別的なね。19世紀かな、その黒人さんピアニストはもうめちゃくちゃお金持ちで、貴族とかを相手にピアノ弾いて回ってるんだけど、黒人奴隷の時代があったよね。そう、本当になんかそんな感じのイメージかな。まあ一回見てください。めちゃくちゃいいので、めちゃくちゃ良いので差別だねって。グリーンブック見るのはマジでセンスあるほんと、あれも最高やね。あれ最高ですよ。ハートミーありがとう。ネットフリにあるので、みんなよかったら見てくださいな。エナはそういうのが好きなんて。いや、エナは何でも見るよ。何でも見るけど、あともう一個あれやったら、日本のやつだったら、最近見たのは、前も言ったっけ、カラオケ行こうってやつがあるんだけど、もう題名がそのままカラオケ行こうってやつなんだけど、それもめっちゃ面白かった。エンドブックはいつ公開？ああ、写真集とか出したいね。それも一個の目標にしよう。自分の写真集出すのが目標で。そう、あやの坊さんもね、カラオケ行こうってやつがあるんですけど、